長いっていう字ですね。英字八法と言われる通りに、この字の中に書道の技法すべてが、含まれていると言われております。で、まあ、その中でも、長山大丈、私のね、あの名字に、使う字ですんで、非常にこだわりがあります。めちゃめちゃあの研究しました。何かと言いますと、まあ、点を打ってからあの、ね、こう曲げる、すごくね、あのここ曲げるときに内側にかなり入ってます。九星球でもあの A っていう字で出てくるんですけども、割とねこのまままっすぐ下ろしてるんですよね。で、私の場合はかなり内側に入り込んでから下に落としてます。そうすることによって、非常にあの締まりが出てくると思います。で、この縦線があのやはりすごく大事な部分でして、太く入ってから、細く、まあ、ちょっと絞るように降りて、でここでまた溜めてから左羽ですね、羽に入るわけなんですけども、結構ね、斜め上にあの跳ねたくなるところなんですけども、ここは真横に跳ねるのがいいと思います。あの古典なんか見てましてもね、ほとんどそうなってるんですけども、この空間を損なわないように、この羽がこの空間を邪魔しないように真横に、まあ、流すような気持ちで跳ねるとちょうどいいと思います。で、この左払いも、まあ、最初からこうシュッと払わないようにしっかりとここまで実線で書いてから最後あの払うということですね。それから最後の角も、少しこの縦軸に引っ掛けるっていうのがいいと思います。